今日の県内は高気圧に覆われ、内陸を中心に広く晴れていて、日中は夏日一歩手前の気温になるところがある見込みです。今朝は放射冷却の影響で冷えたところがあり、米沢で7.1度、山形で9.3度、鶴岡で今シーズン最も低い8.8度を観測しました。 県内22の観測地点のうち19地点で10度を下回り、10月下旬並みの気温となったところがありました。しかし、日中は広く高気圧に覆われ、内陸を中心に日差しがよく届くため、夏日一歩手前まで気温が上がるところがある見込みです。予想最高気温は山形・佐方で24度、米沢23度、 新庄22度となっています一日の寒暖差が10度以上になるところが多い見込みですので服装でうまく調節するなどしてください。